JRA イコール日本中央競馬会は今月6日のレースで落馬し、病院で治療を受けていた35歳の藤岡康太騎手が亡くなったと発表しました。 藤岡騎手は今月6日に阪神競馬場で行われた第7レースで手綱を取っていた馬が第3コーナーを回る際に前の馬と接触して落馬し頭と胸を負傷して病院で治療を受けていました。 JRA イコール日本中央競馬会は藤岡騎手が10日午後7時49分に亡くなったと発表しました。35歳でした。藤岡騎手は、滋賀県出身で父が調教師で兄が騎手という競馬一家で育ち2007年に JRA の騎手としてデビューしました。 三年目の二千九年には NHK マイルカップでジョーカプチーノに帰場し、思い切った先行作から早めに先頭に立つ積極的なレース運びで初めての G1 勝利を挙げました。その後も堅実に勝利を重ね、去年秋のマイルチャンピオンシップでは十四年ぶりとなる G1 勝利も果たし、 通算勝利を803勝まで伸ばしていました。藤岡騎手は、今年最初の G1 レースで勝利した兄のス介騎手と共に兄弟揃ってのさらなる活躍が期待されていました。 JRA の機種がレース中の事故で死亡したのは2004年に障害レースで落馬した竹本隆騎手以来、20人目となります。竹豊騎手まだ信じられない。日本騎手クラブの会長を務める竹豊騎手は、こんなに辛く、悲しいことはありません。 まだ信じられないです。今後、コータの思いを胸に乗っていきたいと思いますとコメントを発表しました。